はい、皆さんこんにちは、アメリカの10月15日火曜日でございます。日本は10月16日水曜日ですね。皆様いかが過ごしたか。今日もアーバンシーカリフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞ付き合いくださいませ。さて皆さん、今日は大谷さんがですね、移動日でニューヨークへ向かっております。ということは明日はニューヨークメッツと試合がございますので、皆さんも我々も楽しみしております。ぜひですね、先に進んでほしいなと思って、1勝1敗だから2勝にしてまたね、まあいろいろ頑張ってまた戻ってきて、バッとドジャース球場で勝ってほしいなという気持ちでございますけどね、皆様そう願ってるんではないかなと思います。でですね、なんとドジャースのですねダッグアウトになんとヘビが出たんですよ。これは驚きだね。それもなんかね、ハニウェルね、アレックス・バシアがですね、怪我しまして、でハニーウェルが入ってきたんですけど、その人が見つけたのよ。でハニーウェルはもともとですね、マイアミの方にいらした方なんで、で彼がね、あの当時にはマイアミだとね、私はいつも最後に「See you later, alligator」って言ってるでしょ。アリゲーターがね、ワニが、ね、いっぱいいるのよあそこに。でそれでね、ダッグアウトの下にねワニがいたんだって。でその写真が、これはね、まあヘビの写真後で見せますけど、で、まあ、映像もこれありますね。でここにもほらワニがいるんですよ、このダッグアウトのすぐ下に。だからこの写真がちょっと別々の写真だけど、一緒にこう一緒に入れさせていただいたんですけど、怖いものでございますね。ワニが噛んだら大変だし、ヘビがもね、やったらまだ大変だし、もう大変でございますけどね。あとはですね、大谷翔平の、まあ、なんと言いますかね、3-0ということで、例のね、マナヤ、ね、ジョーシュ・マナヤというピッチャーがね、この左投げて、もうね、シンカーとスイッパーしか投げないのよ。で、それ、シンカーが、まあ、ガーッとここから来たなと思ったら、ヒュッと落ちるのよ。回ったりとか、まあ、いろいろするんですが、非常にね、打ちづらかったような気がいたします。これを攻略するには時間かかるでしょうけど、やっぱりね、あそことやってるとまた戻ってきますよね。最後にまた彼は投げるでしょうから、やっぱり攻略を考え、まあこのコーナーでお願いしてるんですけど、やっぱりね、同じようなねピッチャーを探して、それで打ってみるっていうことが大事なのよ。近いピッチャーでもいいんだからね。話によるとね、こっちのサーブチームはまあ近いんですけど、サンディエゴの方の、ユー・ダービッシュがね、いろんな人の真似できるということで、まあ、大谷さんとか、まあ、山本由伸の真似したらしくて、だから彼がいたらね、真似して一塁打ってみるんだけど、まあ、とにかく、なんとかしないとね、せっかく大谷さんが来てくれたんだけど、まあ、でもね、いつも最初ので、ディビジョンシリーズで負けてるから、今回はね、とりあえず勝って一つ上に上がったか、まあ、キリザシリーズとか、まあ、その、ディビジョンっていうか、まあ、その前のシリーズですけど、まあ、後でしょ。それを勝ったんで、まあ、いいなと思いますけど、ここで止まらないように、どんどん前に向けてほしいですけどね。それから、メッツ先発のマヤーね、マナヤさんもね、大谷さんを封じたという、打てなかったということを話します。それから20時間前にはドジャースがすごい今年優勝するんじゃないかなと思って、アメリカのね、米メディアもそう言ってたんですけど、いきなり昨日負けたんで、しかもね、手も足も出ないということで、また考えが変わったということをおっしゃっておりましたね。はい、それから MP 争いの今回はね、まあ、もちろん大谷さんが、シーズンの MVP 取るけれども、メッツのね、レンドア選手が、まあ、ポストシーズンね、プレーオフの方は彼が取るんじゃないかなと思いますよ。で、大谷さんは、いや、彼はグッドガイで、なんか会えばね、もう挨拶するし、なかなかいい人だよって、まあ、いろんな人がいいとこいるけど、その中の一人の好きな人ですよって言ってましたね。まあ、ぜひね、この電車ね、LA ドジャーの電車をね、これね、みんなで乗ってみたいなと思いますけどね。じゃあ、頑張ってもらいたいと思います。今日も行きましょうか。はい。Ladies and gentlemen, from United States of America, Hollywood, California, Universal Studio, Mr. Shohei Ohtani!From 花巻東高校
ハイスクール岩手プリフェクチャーパチ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 ということでございます。今日も頑張りましょう。さて、じゃあ今日はですね、いきなりではありますが、このヘビ、これヘビ見えますか？ちょっとこれね、あれだけど、ヘビがここに出てきてるんだけど、ここにはワニがいるんですけど、まあちょっと情報いきましょうか。はい、お願いします。ドジャーズのダッグアウトにヘビが現れて大騒ぎ。大騒ぎだよね、それは。ロサンゼルス、ブレント・ハニメルはかつてマイナーリーグのダッグアウトでワニに遭遇したことがあるので、このワニナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ第2戦でドジャースタジアムの階段を這うヘビを見つけたとき、右腕リリーバーはほとんど目を動かさなかった。以前にもダグアウトでいろんなことを見てきたよとハニウェルは言った、うん、でも立ち去った時そこにいたのはただのヘビだと分かりました、ドジャースのベンチコーチダニー・レーマンはそれを見ていないと思う、うん、ラリースネークであることを願っていました。なるほど、ね、その後いくつかの得点を挙げました。ラリースナックね。ドジャースの予期しないヘビの訪問者はハニウェルがロサンゼルスドジャースがメッツに7対3で敗れた試合の5回表を終えた後に現れた。いいえ、これは NL 西部地区のライバルシリーズのために宙に来た D バックスでもなく、紐で引っ張られたガラガラヘビのいたずらでもありませんでした。本物だよね。これは本物の生きた爬虫類でしたが、深刻な脅威になるほどの大きさではありませんでした。スネークス・オン・ア・プレーン、スネークス・オン・ア・トレイン、そして最新のハリウッドヒット作ダグアウトのスネークがありましたとフォックスの実況解説者ジョー・デイビスが冗談を言った。ホームダグアウトにヘビの訪問者が現れることよりもさらにありえないのは、ハニウェルが野球場で爬虫類と遭遇するのがこれが初めてではないという事実でそうだね。2015年、彼がレイズのシステムの有望株だった頃、フロリダ州ポートシャーロットでの試合前にからのクラブハウスに入った右腕投手はいたずらされていると思った。しかし結局みんなが訪問チームのダッグアウトにいてベンチの下にいる10フィートのワニを見ていたことが判明しました。そこに行ったら彼が隅にいて誰も彼をそこから出せなかったとハニウェルは言った。それは怖いよね。でもそれが時々必要なんだよね、うん、こんなクレイジーなことを見るのが。たとえそれがドジャースの逆転劇を引き起こすことができなかったとしても、うんうんうん、メッツがシリーズをタイにした試合中に MLB のダッグアウトにヘビが現れるというのは確かに驚くべき光景です、うん、プレーオフだからねとハニウェルは言った。何かを見るに違いない、うん、結局はね、あのエンジェルス球場にはあのラリーモンキーがいるんですよね。だから今回はドジャーズにはラリーヘビがいるということなのかね。これ本物のヘビですよ皆さん。よろしいですか？いきますよ。これ見て、この人ハニベルさんね、まあ結構昨日頑張ってくれたんですけど、彼が歩いてきてるんですよ。ほら歩いてきてる。おお、スネークとか言って、ほらここ歩いて、ほらほら見て、動いてます。そしたらね、あのなんかあのタオルで簡単にあの人なんか知らないとか取って行っちゃったよ。スネークって言って、いやーすごいもんだねこれなり。はい、それでは続きましてはね、おたにさんのやっぱりこれをね見ないわけにいかないですね。50+50のちょっとねこのコマーシャルって言いますか、あのねおじさんがねドアを開けてどうぞって言ってくれるの。これかほら見て、いっぱい鍵があって、これ一番の鍵取って、はい、50-50クラブへようこそって言ってくれるんですけどね。ありがとうございました。さて、じゃあですね、ゲームはどうなってるのかちょっと聞きたいですね。あの今ね、ヤンキーズとあのあそこがやってます。これかな、今はちょっとあれですね、やってませんね。じゃあですね、あの後で お話しますけれども、とりあえず先ほどは4対2というふうになっておりましたので、どこ行きましたか。はい、4対2になってましたね。はい、ということで、じゃあ、あの昨日ですね、あとはガーディアンズがですね、ヤンキーズに5対2で負けまして、まあ、今現在では1勝1敗ということで、でやっぱりガーディアンズがここで頑張らないといけないですね。このようになってるんですよね。ドジャーズと
ニューヨークヤンキーズじゃなくてニューヨークメッツがですね1勝1敗クビになっておりますね。ここナショナルリーグのチャンピオンシップシリーズ、前はディビジョンシリーズ、まあね、だからドジャースはディビジョンシリーズ初めて勝ってきたんですけどね、ここ今回は何年か経つけど。でこちらはですねガーディアンズとニューヨークヤンキーズで一緒でね、またコールにコールがね、あのコールが投げていて3対0で勝ってたのよ。今日もまだ負けるのかなと思ったら2回もチャンスだったの、満塁のそのところで2点しか取れなかったのよね。そして先見たら4対2になってたんで、ちょっと頑張ってもらわないとね、あのあれですよね。まあということで、あのちょっとこの皆さんの時にまたちょっと見せますからね。はい、どうなるかその辺がまだ決まってないんですけど、まあ決まったらご連絡で。今日はですね大谷さんゲームがないので、明日ですね、投げるのはボエラーですね。ボエラーも弱いんだけど、この人まだそれ B の、ああ前ヤンキースいた彼でね、結構ハイ球投げるけど、これはね右だから大谷さんにはぺったりかもしれないですね。大谷さん頑張ってもらいたいですね。このずっと前に確かに、ニューヨークヤンキース球場ではホームラン打ってるんですよ。だからこの辺でなんとかしてもらいたいなと思いますけど、これはねまだね、あのこの辺までは大丈夫と思うんで、この辺が変わる、1人2人かこの辺で変わるかもしれないんですけどね、明日またご連絡いたしますということになっておりますが、はい、これもね、水曜日の16日、10月16日で、日本は10月17日の試合ですよということで、明日ですね。はい、そういうことで打席がないので、今現在では大谷さんが2割2分220、それからですねこの打点は5、本塁打は1、打点 RBI が6、盗塁は0、オプスが677、やっぱりねオプスは800以上ないとねちょっとやばいかなと。まあ、あのその位置は良くなるでしょう。はい、打席は今回はないので、これはもうあのなしということで、あのあっちに行きたいと思います。話題、今日は話題を皆様にご紹介いたしますので、話題はね全部で5個、1個は終わったので、あとはねあの話題、はい、トピックスの時間がやりました。まずはこの話題から、はい、行きましょう。大谷さんが大変だね、足も手も出ないという話がしてる、悲しいものでございますね。はい、行きましょう。はい、大谷翔平は余裕がないように見えた、変則左腕に3の0、土軍指揮官は落胆、大谷翔平を5打席立たせたい、指揮官が説明、私たちのベストヒッター。ドジャース大谷翔平投手は14日日本時間15日、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ7回戦制第2戦に1番指名打者で先発出場。3打数無安打2、4球で2試合ぶりの無安打に終わった。チームは3対7で完敗し1勝1敗のタイとなった。試合後デーブ・ロバーツ監督は余裕がないように見えたと落胆した、うん、いつもの姿ではなかった、うん、大谷はこの日左腕マナイアに完璧に封じられた、うん、確かにね、変則サイドからの投球にタイミングが合わず、初回先頭は空振り三振に倒れ、3回先頭は3球で見逃し三振、5回西は外角のスイーパーを打たされて1とに打ち取られるなど、今季12勝を挙げた左腕を攻略できなかった、うん、ロバーツ監督はマナイア相手に余裕がないように見えた、うんうん、速球は外に投げていたし、ボールを翔平から遠ざけようとしているのを感じた、うんうん、大谷は内角にとても強いから彼らはそう攻める、うんうん、だからそこには投げないようにする、スピン、変化球であれば外に投げるだろうと相手バッテリーの作戦を読んだ。マナイアは降板してからは2つの四球を選んだ。3点を追う7回1死は右腕メートンから四球で出塁、しかし後続が続けずに得点できなかった。9回無四二塁も四球で出塁し、指揮官はその後に登板した右腕メイトンとディアスは彼に打てるボールを与えないように感じた、うん、最低でも四球を選んだことはよかったと前向きだった、うんうん、これでポストシーズン7試合目の出場で無安打は2試合ぶり3試合目、うんうん、
走者のいない展開では19打数無安打となっているが、指揮官は打順の組み替えについてあまり考えていない。チームとしていい攻撃をできていると思う。下位打線はよく出塁できると思うと話すにとどめた、うん、続けて彼の打順を下げるかという質問だけど、私は結果に反応しすぎることを避けたい。あまり利点を感じないと強調。選手たちがいいスイングをしていることが大事。そして翔平には1試合で5打席立たせたい。彼は私たちのベストヒッターだと思うから、5打席立たせたいと力を込めた。結局はね、皆さん、ロブ監督そう言ってるんだけども、彼には力があるんですよ。そういうピッチャーを探してきて練習させるということ、これがね一番大事なんですよね。なかなかね打てなかったんですよ、確かにね。はい、続きましてこの話題でございます。大谷さんも怒っております。メッツ先発のマナヤにやられたって。はい、行きましょう。メッツ先発マナヤが大谷を封じた必然、同じピッチトンネルを通る2つの球種とは、NLCS 第2戦チャンスはあった。あったよね、2回、6回2点を返して3対6、なおも一死満塁という場面で、地区シリーズの第5戦ではダルビッシュ有パドレスから先制本塁打を放った。聞け、ヘルナンデスドジャースが打席に入った。なんとかつないで、ポストシーズンでは走者を置いて8打数6安打の大谷翔平ドジャースまで回せばというところだったが、最悪のダブルプレー。ここで追撃ムードが大きくしぼんだ。試合後、多くのメディアに囲まれたヘルナンデスは、あそこで結果を残せればと言ってから少し間を置いて、ダメだったと視線を下に向けた。大谷まで回っていたらどうなっていたかだが、決して大谷が好調というわけでもなさそう。というか、一体どちらなのか。今日も走者なしでは3打数無安打。これでプレーオフでは19打数無安打となった。先ほど紹介した走者がいる時の数字とはまるで異なる。となると、いっそのこと打順を下げる選択肢はあるのか。試合後、デーブ・ロバーツ監督に対してそんな質問も飛んだが、特に考えていないと指揮官はその提案を一蹴した。オフェンスに関しては今決して悪くない。下位打線はいい仕事をして出塁している。彼の打順を下げるかだが、過剰反応したくない。そもそもその利点がわからない。翔平には5回打席に立ってもらいたい。我々のベストヒッターだから、その上で今日の打席に関してはショーン・マナイアを打ちづらそうにしていたと言いつつ、無安打の訳を推測した、相手は外外を攻めてきた。翔平は内角の球に強い、この攻めは今後も続くのではないか、マナイアと対戦した3打席は空振り三振、見逃し三振、一塁フライ、ヒットが出る雰囲気もなかった。確かにね。もう少し噛み砕くと、1打席目、昨日の記事で触れたように、大谷がボールになる外角低めのスライダーを振ることはなかった。しかし追い込まれてからほぼ真ん中のシンカーを振って空振り三振、スライダーが頭にあったか。打球初速100マイル超が3球も大谷らしい快音を響かせ、メッツとの初戦を快勝。 NLCS 第1戦2打席目は追い込んでから外角いっぱいのシンカーを見送った。これも前日指摘したが、後半に入って何度も見てきたシーンである。外角のスライダーを振らなくなった分、外角のバックドアシンカーも見逃すことが増えた、特に2ストライクになると、よりボールになるスライダーを振らないようにという気持ちが働くのか、その傾向が強くなる、知っていたのか。マナイアにそのことを聞くと、2ストライクだったからボールでもいいと思って、シンカーで外角いっぱいを狙ったと明かした。外角のスライダーは振らないというデータがあり、
外角のシンカーも見逃すという傾向があることは分かっていたから。3打席目は外角のスイーパーを珍しく追いかけて一塁フライ。これは逆に前の打席でシンカーを見送って三振したことが影響していたのではないか、うん、少なくともマナイアにはその意図があった。3打席目は2打席の配球を利用した、うん、あそこに投げれば今度は振ってくると思った。同じピッチトンネルを通る2つの球種、それぞれの軌道を利用しない手はなかった、うん、ピッチトンネル、米データサイト、ベースボール、プロスペクタスが2017年1月に定義したもの、うん、ホームベースの手前約7メートルの位置に小さな輪があるとイメージし、もしも複数の球種がその狭い輪の中を通るなら打者は球種の判断が困難となり、仮にその輪を通過した後で球種を判別できたとしても、もはやボールは打者の手元にあり反応する時間が残されていないという理論構成、うん、マナイアはシンカーとスイーパーでピッチトンネルを通し大谷を翻弄した、うん、確かに外角中心の攻めは左投手に限った話、右投手は逆に翔平に投げづらそうだった、うん、それが四球につながった。各下にマナイア降板後、大谷と対戦した2人の右投手、フィル・メイトンとエドウィン・ディアスはまともな勝負を避けているように映った。うん、確かにそうだったね。メイトンが投げた4球は、いずれもストライクゾーンから遠く外れていた。ディアスとはフルカウントになったが、2つのストライクはいずれも見逃し。外角いっぱいで、ボールと判定されてもおかしくなかった。うん。リアスにそういう制球力はないのでたまたまという感じ。過去4打数4三振と圧倒的に抑え込んでいるディアスでも大谷との勝負を嫌った。その時一塁に走者がいたが、冒頭で紹介した走者がいる時の数字はどうディアスの頭をよぎったか。まあそれにしてもね、大谷さんは左で、マナヤも左なんですよね。だからあんなガーッと大きく曲がってくるから、じゃあ2番のムーキーベース打ってくれればいいじゃないので、大谷さんの後にムーキーベースがいて、そしてフレディ・フリーマンなんだけど、フレディ・フリーマン左だからコーチはあえて左を4番に入れて、テウスカ・ヘルナンデス3番に入れてるわけですよ。だから右の選手はなんで打てないのかっていう意味が分かんない。やっぱりもともと難しいんだよね、下がったりこういろいろ、まあということでございますからね。じゃあまああとはもう1個でございますけどね、2つあるのかな。はい、次はこれでございます。はい、この電車に乗りたい。じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。24時間前は無敵に見えたドジャース、2戦目は倒壊、石膏で地元メディアもシビアな見解、無気力で道に迷っていた。ロサンゼルスドジャースとニューヨークメッツによるナ・リーグ優勝決定シリーズは現地時間10月14日第2戦が行われた、うん、本拠地ドジャースタジアムでの連勝を狙ったドジャースだったが、前日まで無失点を続けていた投手陣がこの日は7点を許し、打線も3得点を挙げるにとどまり3対7で敗れた。ドジャースにとってこの日の内容は、好ゲームを演じた地区シリーズから続けてきたこれまでの勢いを自ら止めてしまったかのような敗戦となった。パドレスとの第4戦でも走行したブルペンデーで挑んだものの、スターターのライアン・ブレーシア、2番手ランドン・ナックの両投手が2回までに計6失点と大誤算、ポストシーズン記録更新がかかっていた連続無失点も、初回にフランシスコ・リンドアに先頭打者本塁打を浴びたため33イニングのまま終止符が打たれている。攻撃面でも良いところがなく、前日の9得点解消の原動力となった大谷翔平、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンの主軸はメッツ先発のショーン・マナヤを攻略できず、救援陣にも抑え込まれヒットなしに終わった、さらに追いかける展開の中で迎えた6回の攻撃では2度満塁のチャンスを作るも、2点を追加するのがやっとで大量点につなげられなかった。投打とも
大賞を飾った初戦との落差が目立ったこの日のドジャースナインのパフォーマンスには地元メディア NBC ロスエンジェルズがシビアな評価とともにゲームを振り返っている。うん。同メディアはこの試合の結果を受け、ドジャースはここ10年間業界を支配してきたチームであり、冷静かつ力強く感情をあまり表に出さず決意を持って戦うチームとして知られていた。しかし第2戦では誰もが眠そうで、まるで目覚まし時計で何度も起こされているように無気力で道に迷った様子だったなどと印象を綴っている。道に迷うか。また24時間前は無敵に見えたとして前日と対照的となった小野のいぶりを表した。シリーズ3戦目以降の展望では、すでに次戦の先発が発表されているウォーカービューラーに対し、ドジャースはどんな内容であれビューラーの高パフォーマンスが必要だと主張。うん、そうですね。4戦目に山本由伸、5戦目にジャック・フラハティが先発すると見通す同メディアは、うん、3戦目を良い形で乗り切った場合、4戦目以降でチームが軌道に乗ることができるだろうと予想している。うんうん、通算成績が1勝1敗のタイとなり、メッツの地元ニューヨークへと戦いの場を移す。ドジャースはより大きな重圧がかかる中でも、もう一度投打の歯車を噛み合わせていきたいところだ。まあ明日がね、やっぱりね、どうなるかっていうのは非常にね、勝負明日がやっぱりキーですね。それでまあ勝ってくれればすごいもうめでたしめでたしになるから、みんなで楽しく見て、また皆様にご紹介いたしますのでよろしくお願いします。ということで最後の話題になりました。はい、大谷さんどうぞお願いします。大谷翔平 MVP 争うメッツリンドアは、会えば笑顔で挨拶のグッドガイ、うん、好きな選手の一人、うん、ドジャースの大谷翔平投手30が15日日本時間16日メッツとのナリーグ優勝決定シリーズ7回戦制第3戦を前に取材対応した。会見で報道陣の質問に答える際、少し眠そうな大谷1勝1敗となったシリーズは16日同17日の第3戦からメッツの本拠シティフィールドで3連戦が行われる。チームは3対7で敗れた14日同15日の第2戦後、ロサンゼルスから3時間の時差があるニューヨークへ約5時間のフライトで移動。大谷は練習前に投球場で会見した。おう。リーグ MVP を争うメッツのフランシスコ・リンドア内野手30の印象を聞かれた大谷は、レギュラーシーズンからチームを引っ張っていると思うし、それだけ素晴らしい選手ですし、会えば笑顔で挨拶して素晴らしいグッドガイですし、僕も好きな選手の一人ではあるとコメント。一方でレギュラーシーズンとポストシーズンは全く別物ではあると思うので、レギュラーシーズンで残した成績は関係ない、自分自身もポストシーズンはチームが勝てればそれでいいという気持ちで、リンドア選手もそういう気持ちでやってると思う。お互いそういう気持ちで素晴らしい試合ができればと話した。まあね、ニューヨークは昨季の MVP 発表時も、今季レギュラーシーズンのヤンキース戦で訪れた際も街を歩く機会はなかった。おー。ニューヨークの印象を問われた大谷は、バスから眺めている感じで印象がないというか、あまりまだどこかに行ったりとかはない感じですかねと苦笑い、うん、初体験のポストシーズンで違いを感じるかとの問いには、ポストシーズンとレギュラーシーズンは違うというのは一番感じる、うん、パドレス戦もサンディエゴへ行ってやったけど雰囲気も素晴らしかった、今回もニューヨーク敵地へ来てどういう風な感じなのか、それはそれで初めてなので楽しみにしてますねと答えた。はい、ということでございまして、今日のトピックと、まあ、いろんな情報を送ってまいりましたけどもね、今日も時間となってまいりました。今日はコメントがございますからね、皆様からのコメントとチャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。ちょっとチェックしましょうか。はい、はい、ということでございまして、本日は皆様からのと
あれがないので、まあゲームがね明日あるので、また皆様からの頼りですね、コメントお待ちしております。初めての方もいらっしゃると思うんですけど、下の方にねチャンネル登録ボタンがあるし、その下の方にまたコメント、自分がこういうものをこういうふうになってほしい、ああいうふうになってほしい、どんなものでも結構でございますからお送りくださいませ。さて、今日はですね、じゃあカツを入れるために、いつもね、お谷さんにカツ入れようってね、電車を飛ばしましょう今日は。それでね、なんとかね、お谷さんに頑張ってもらいたいなと思います。はい、じゃあお谷さんの電車、さあ電車がここまでガーッと、もうワードがですね、パスで、ディビアンシリーズをもう完了で終わってます。今チャンピオンシップシリーズ2つ終わってるんだけど、今この辺ですね、一勝一敗になっております。ぜひこのワードシリーズまで行ってほしいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ここですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、なんかたまにはね、この電車がねうまくいかないんでございます。今日行くから、はい、この辺から行きましょう。はい、はい、大谷電車17号ワイルドカードからディビジョンシリーズ、そしてチャンピオンシリーズを終えてワールドシリーズまで行きます。皆さんの協力もお願いします。それでは See you later Alligator See you later Alligator それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。